しなきゃいけないマッチアップを最小にしていくっていう考え方でゴルフクラブのエネルギーを捉えていくと、どんどん再現性の高い効率的なスイングが作り上げられていくということになります。はい、タスゴルフ、いつもご愛顧いただきましてありがとうございます。今日もですね、ゴルフサイエンスの世界をお届けしたいと思います。ワンエーゴルフクラブさんの方で、撮影させていただいております。ありがとうございます。タスクさん、はい、あのマッチアップって言葉あるじゃないですか。マッチアップ、はい、ごめんなさい、ガチの初心者で全く分かんなくて、はい、あのなんかマッチアップマッチアップって聞くんですけど、あんまちょっと自分的にはそうですそりゃそうだよね。確かに確かに、あのすいません、なんかマッチアップって当たり前のように使ってるんだけど、それ何って人はいると思いますよね。それはそうですよね。あんまなんかそれってやっちゃいけないこととかっていう、なるほど、そういう雰囲気であの表現してることが多いような気がしますけど、わかりました。そのあたりはじゃあ今日お伝えします。はい、お願いします。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。僕はマッチアップの話をですね聞いていたのは、もう 4,5 年前、このジェコ 3D のアンバサダーになるタイミングでゴルフサイエンスをアメリカで学んでいた時に、マッチアップマッチアップって話が割と盛んにされていたんですね。その頃であまり日本ではマッチアップっていう言葉自体知らない人が多かったと思いますけども、いわゆるですね、僕の理解ではゴルフクラブに正しいエネルギーを与えていくコンセプト通りにクラブが挙動した場合の、この挙動のヘッドの動きに対して違う動きが生まれた時に、それを修正していくような動きをプレイヤー自らが作り上げるということをマッチアップというふうに理解しています。要するにですね、これはそのキネマティクスですね、すなわちゴルフクラブの外見上の、例えばスイングプレーンとかそのようなものに対して、本来はそこを通っていくのが効率的だと思われるのに、そこを通らないから、それに対してですね、合わせを行って通すように努力していくようなですね、プレイヤー自らの調節の動きですね、またそれに対してのエネルギーをかける行為、これをですね、マッチアップというふうに考えてはいます。ただこれ、定義をどういうふうに置くかというのはですね、まあ、今後そのマッチアップっていうことはどういうことなんだよねってことが一般化しないとそばならないので、自分の中の定義としてはそういうふうに考えてます。で、そのマッチアップっていうのは悪いことなのかどうかって話なんですけど、これはですね、マッチアップがないとゴルフスイングはできません。なので、例えばのマッチアップというのはですね、一番まあ多分ね、おまっちゃんぐらいが分かりやすいのは、このボールをね、まっすぐ打とうと思って一生懸命こうやって手を出して打とうとするでしょう。そうするとクラブってね、こう手を出せば出すほどクラブってこうやって遅れてきちゃう、はいはいはい、それは分かるよね、はい、こうやって急にやればやるほど遅れてきちゃうじゃん、はい、遅れるから本当はボールにそろそろ当たってなきゃいけないヘッドが遅れてるから、こうやって急に自分で合わせようとする。あ、それ。これがマッチアップっていう動きなんですよ。よく言われます、練習したりとかするときに、はい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 、いやそれ本当に言われます。ああ、やっぱりね、最初すごい悩みました、はい、それがマッチアップなんです。そのタスクゴルフの、まあ、こういうゴルフサイエンスを比較的分かってらっしゃる方に今ちょっと見てもらってるからね。だからそうするとやっぱりそこで、いやーおまちゃんマッチアップがマッチアップって言われてるんだと思うんだけど、僕はその現場をあんまり見たことないんであれなんだけど、ただそういうことですよね。だからおまちゃんもその初心者のレベルからマッチアップって言葉を知ってるっていうことなんだけど、はい、そのマッチアップっていうのは悪いことじゃなくて、マッチアップしないとボールに当たんないってことです。ただそのマッチアップが大きいと、それは再現性が悪くなるってことなんですよ。例えばね、この短い距離を打つのに、まあおまちゃんみたいにちょっとこうやって、これハンドルドラッキングってこうやって打ちたいじゃない。だってヘッドをまっすぐ動かさなきゃいけないし、だからこうやって打ちたいじゃない。そうするとヘッド遅れてる。それをマッチアップする姿、もしマッチアップしないとね、どういうことになるかというと、こういう結果になるわけですよ。そんなのよく2階でやってましたそれは危険だけどそれに対して今のようにエネルギーで使うんだけれども、マッチアップさせるケースはこうやってやって、そのままマッチアップしないとフェースが開いて、しかもダフってさっきのボールになっちゃうでしょ。マッチアップするとこういうスイングになるわけですよ。うわ、開くとかそういうのもすごい言われました。うん、そうでしょ、はい、だからこれは要するに
向こうに行っちゃって、それに対してそのコミュニティの人が、いやおばちゃんマッチアップマッチアップって言ってるとしたら、マッチアップしなきゃいけないよって意味で言ってるのかもしれないし、その現場は僕は見てないから分かんないけど、いわゆるマッチアップが発生してるから非効率ということも言えるのね、はい、でもなんとなくこの右に飛び出ちゃった球を見て、はい、マッチアップって言われてるんだとしたら、マッチアップさせなきゃダメっていうことだと思うけど、でもただマッチアップをそうやって、させてるこの距離のスイングというのはあんまりいいことじゃないんですよ。マッチアップをできるだけ最小にしたスイングっていうのがやはり効率的なスイングであって、そもそもゴルフクラブっていうのはそうやって扱うものなのね。なので正しいエネルギーを与えて、そしてクラブが生きたように動いていけば、マッチアップほとんどいらないクラブ使いになるということね。それは要するにおまっちゃんみたいに、今の話っていうのはこの直線運動をグリップに与えた結果、回転運動が起こって、こういうローテーションというのが起こって、そしてクラブが遅れてくるから合わせなきゃっていう状況、こういうその複雑な力学関係の動きをおまちゃんはしてるっていうこと。自分最初はマッチアップマッチアップとは特には最初は言われなかったんですよ、まあ、多分初心者なんで伝わらないだろうな、言葉を柔らかくしてくれてるんですけど、ね、はい、まあでもそういう言われた時もあったので、はい、まあそういう意味だったんだっていう。そうだから、その場を僕は見てないか分かんないけど、まあコミュニティの人であればどちらかの正しい意味で使われてると思うね。じゃあ今のようなね、このような複雑な力学関係、直線運動を入れるから回転運動が起こり、そしてそれを回転運動で合わせているような、これを最後に合わせる、自ら合わせるこの回転運動、これをこの部分についてはアルファトルクという回転運動ですけども、これをマッチアップというんだけども、はい、マッチアップがですね、いらない、最小なスイングというのが効率的で再現性の高いスイングということになるとすればですね、やはり重心管理をして引っ張っていくと、でその引っ張った時にボールのところを通過して、そしてあとはプレイヤーとしてはあまりインパクト周辺では何もしないような姿ですよね。なので、まあ、このような感じですね。これがまあマッチアップがほとんどしていない姿のスイングということになるんですけども、この原型が要するに第一振り子おじさんなわけですよ。まあほとんど同じとこじゃない、はい、でしょ。だからこの第一振り子の先が重心管理をしたまま、ただ引っ張られて解放しているという状況、これはインパクト時点でのいわゆるプレイヤーが自ら調整しなきゃいけないってことがほとんど起こってない姿ということですね。でそういうふうに使えば、このゴルフクラブは特にこのウェッジであればですね、まあある程度ダフったとしてもちゃんと機能するように、ちゃんとボールを包み込んでいくように設計されているということなんですよね。なのでプレイヤーの感覚としては、ほぼほぼ何もしない、ほとんどプレッシャーのない、ただ引っ張ってきたら、あ、いつの間にかにボールはピンに寄ってるみたいな打ち方ができるということになるわけですね。よって結論から言うと、マッチアップをしなければゴルフはできないんだけど、ただそのしなきゃいけないマッチアップを最小にしていくっていう考え方でゴルフクラブのエネルギーを捉えていくと、どんどん再現性の高い効率的なスイングが作り上げられていくということになります。わかりました、はい、理解できました、ありがとうございますなんかでもやっぱりスコアとか関係なしに、スコアがやっぱり70代のとかの人でも、これってこうなってしまってる場合の人も結構いますよね。そうです、ほぼアマチュアプレイヤーで特に70代で基本回ってる方は2種類、一つはすごい効率的にマッチアップ最初にして、非常にいい体のバランスと正しいクラブエネルギーでそういうゴルフをされてる人と、マッチアップをすごいしなきゃいけないようなクラブ使い、エネルギーの与え方としてるんだけども、そのマッチアップが絶妙に常にうまくいってるケース。ただこのケースはですね、正直言ってかなり練習量を必要とするんですよね。さらに今現状の筋力とか、そのような体のバランス関係とか、体の可動域とか、これが変化していくと、そういうマッチアップをできなくなってしまう可能性もあるわけですね。加齢されるとですね、やっぱり自分のバランスが取れなくなったりとか、筋力を落として、そのマッチアップエネルギー自体に負けてしまうとか、そんなことが起こってしまう場合がありまして、そうすると急激にパフォーマンスを落とされる
人というのはもうすごいたくさんいらっしゃいます。なのでやはりできれば特に中高年の方はですね、マッチアップが必要のないようなクラブ使いをですね、まずは目指していただくということをですね、頭に置いていただければと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。タスクさん、はい、タスクさんって休みあるんですか？休みないですね。休みないですか？あのね、金融マンの時も休みないと思ったけど、はい、一応はあの金融マーケットも会社的にも休みっていう日はあるじゃない、はい、だから勝手に休みでも仕事してるっていう感じだったんですけど、はいはい、今は休み自体が全然ない。でも金融マン時代ともう何年前とかなんですか？もうだいぶ前ですよ。だってもう5年もうちょっと立ってるかな。あ、まあ5年ぐらいか。でも、あ、今よりはやっぱ全然若い時代じゃないですか、うん、まあね、はい。でもなんかそのやっぱりあの年を取ってもそうやって今でもなんかそうやって毎日のように仕事をできるっていう、ちょっと自分には想像ができなくて。まあでもね、やっぱり金融マンでも長い間勤めてきたから、はい、楽しい仕事も楽しくない仕事もあるわけですよ、はいはい。楽しい仕事してる時はもう全然忙しくても全然 OK だったね。あの特にヨーロッパを縦横無尽に車で運転して、はい、それであの現地でいろいろと仕事を現場でまとめていっていた時はめちゃめちゃ楽しかったから、全然疲れも全く感じなかったんですけど、でもこれあのね、マネジメントになって人を使うみたいな、そして本部の方から言われてる数字をどうのこうのっていうことになってる、急にあの疲れてきちゃうみたいなですね。そっちはそういう疲れはあるんですか？そうそう、あのもう疲れにもいろいろあると思うんだよね、はい、なんでただね、ゴルフの、まあ、この世界実は研究活動と思ってやってるから多分疲れないんだと思うんですよ。好きなことだから。そうだから、これでもって別にあの僕は生活してるわけじゃないので、なのであの勝手に研究してでやってるっていうようなのがベースなんですよね。趣味の延長線上に近い形、しかもこうやってあのタスクゴルフで皆さん見ていただくようになってから、皆さんからのフィードバックもあるし、皆さんとの出会いもあるし、その中でやっぱりそのこれってすごい自分のもうライフワーク的には非常に楽しい世界なので、だからまあ疲れは感じないっちゃ感じないかもしれませんね。なんかやっぱタスクさんとちょっとおこがましいかもしれないですけど、はい、なんかあの視聴者の方から声かけてもらったりとかすると、うん、そういうのでなんかやる気というかモチベーションが上がるというか、またなんか仕事の楽しみとかでなんか自分はそういうのを保って仕事とかができたりとかしてたんですけど、タスクさんとかはどうなんですか？そうやってやっぱり出会いですから、そういう出会いの中でやっぱりいろいろなコミュニケーションが発生して、それで例えばゴルフがこうなってますっていう中で、まあ、タスクゴルフの発信が役に立って出るということが実感できるとですね、非常に自分としても嬉しいですね。もうそれこそもう疲れなんか感じませんよ、そうなると。やっぱりタスクさんちょっと活動をやっぱ続けてほしいので、はい、やっぱ体に気をつけて出る分、はい、あれば自分もあの頑張ってタスクさんのサポートをしていきたいんですけど。ありがとうございます、はい、そうなんですよ。あのだからまあそれがあって少しやっぱり自分の、 あの体もすごいちゃんとしなきゃいけないなっていうことで、まあ、例のスコアブーストね、あのサプリなんかも作って自分で飲んでますけど、これも正直言ってもうスコアブーストできるサプリだと確信はしてますけど、毎日飲んで健康寿命を高めるために自分も実際飲んでるんですよね。それにあのちゃんと役立つように自分で勝手に作ったものを今ベースにあの出してるんで、なので、それとあとはいくつかの補助サプリメントと、あとやっぱり最近は毎日、ちゃんと3食とって寝たい時に寝てるって感じですかね。でこれでだいぶ体調はだいぶいいです。そうなんですね、はい、ちょっと同じような生活を目標として。まあ若いうちはねなかなかそうはいかないと思いますけど、ちょっと今頑張る時だなっていうのはあるんで、はい、まあ、頑張っていただきたいと。はい、自分もサプリとか飲ませていただいて、はい、ちょっと体調を維持していこうかな。ぜひぜひ。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。はい、タスゴルフ今日も動画見ていただきましてありがとうございます。この動画いいと思われた方はチャンネル登録とグッドボタンの方で応援していただきたいと思います。また質問ですね、たくさんいただいておりますけども、こちらもですね動画内でできるだけ答えていただきたいと思いますので、どしどしコメント欄に入れていただければと思います。ということで次の動画でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。タスクゴルフではゴルフサイエンスジェイコブ 3D について公式 LINE で情報発信をしています。ぜひ登録よろしくお願いします。